ゴールドライタンは、1981年3月1日から1982年2月18日まで、東京12チャンネルテレビ東京で放送された、タツノコプロ制作のロボットアニメ。全52話。放送時間は、第5話までが毎週日曜日7時30分8時、第6話以降は毎週木曜日18時から18時30分。 本放送時のタイトルはゴールドライタンだったが再放送時に黄金戦士ゴールドライタンに改題されたただし曲によっては本放送版をそのまま流しているなど統一されていない当時の番宣ポスターや主題歌シングル現在の DVD ボックスやブルーレイボックスオリジナルサウンドトラックなどの関連商品でも黄金戦士ゴールドライタンとなっており こちらが事実上の正式タイトルと言える。マシモ・コウイチの初監督作品となった本作は、トランスフォーマーやマシンロボなどに先んじた意志を持った変形ロボットの群衆劇である。また、皇族作品のトランスフォーマーシリーズや勇者シリーズでは、ロボットと少年との心の交流も重視しているが、 本作も主役ロボットのゴールドライタンと主人公のヒロとの友情が重要なテーマになっており時代を先取りしていた企画段階ではワンパク戦隊アバレンジャーというサバイバルものだった初期の設定でも大まかなキャラクター設定はほぼ完成しているがゴールドライタンのようなロボットは影も形もなかったポピーに在籍していた村上勝氏によるとヘビースモーカーだった 彼は、複数のライターを所持しており、それらを眺めているうちに、ライターに変形するロボットを思いついて一枚デザイン、したが、特に注目されることはなかった。ところがある日、上司の杉浦交渉が唐突に、おい村上、あのライターロボットは、どうなったと言い出した。村上の仕事を、いつも見ていて、しかも後々まで覚えていたのだという。 次はこれで移行の杉浦の一声で企画は指導した。ライターンは老舗ライター会社が商標登録していたが交渉して格安で商標を譲ってもらった。アニメ化企画自体はポピーから辰ツ子プロに持ち込まれたもので村上の説得により辰ツ子プロは即座にアニメ化を決定したという。また設定が確立した頃のタイトルは 超空飛来ゴールドライタンであり、それに沿った主題歌も制作されていた。この没バージョンの主題歌は、青春いなじめにあの CD、カミングトゥーザラジオラジオが大好きに収録されている。また、後年には、ジョイサウンドのカラオケにも採用されている。メカ次元から、悪のイバルダ大王がこの世界に侵入、侵略行動を開始した。彼らを追ってきたメカ次元の戦士、 ゴールドライタンは、偶然、大海広史と出会う。事情を知った広史は、ゴールドライタンと彼の同志ライタン軍団に協力し、イバルダが起こした事件に立ち向かっていく。最初は、他の友達には内緒にしていた、広史だったが、ある事件によって偶然そのことを知られてしまう。それをきっかけに、広史たちは、ライタン軍団と力を合わせて、イバルダ大王と戦うことを決意する。 アニメの放送開始とともに、ポピーから発売された、超合金のライタン軍団は、アエン合金をダイヤモンドカッターで削った、クリスタルカットと呼ばれる彫刻が話題となった。特に、ゴールドライタンは、金箔が貼り付けられた高級感あふれる仕上がりで、この生産のために、日本中の金箔職人が動員されたという逸話がある。シリーズは、 定価3500円という高額ながら人気商品となり、5種合計で売り上げ150万個を販売した。タイムライタンは劇中と異なるゴールドボディで発売。スコープライタンは当初劇中同様のシルバーで発売されたが、限定版としてゴールドボディ版が発売され、後にスコープライタン G の商品名でゴールド版のみの販売となった。 人気を受け、ギミック面での不具合から放送中に発売中止になった IC ライタンの改良版に、メートルライタン、カッターライタン、プリントライタン、コインライタン、ライトライタンの玩ングオリジナルライタン5種を加えた6種が番組終了後に発売された。さらに、実用、ライタンシリーズとして、電卓ライタン、サウンドライタン、デジタルライタンの発売が予定されていたが中止となった。 2006年7月にバンダイから超合金魂シリーズで巨大化プロポーションを再現したゴールドライタンの玩具が発売された。また同時期に超合金ライタン軍団が復刻され2006年9月には6体セットがネット販売された。商品内容は特製の木箱の中に6体のライタン軍団が収納された豪華仕様。 一般店舗でも2007年3月と4月に分配され、翌年の2008年1月にはメートルカッターコインライトの第2期4種も復刻発売された。復刻、スコープライタンはセット版がゴールド、通常版がシルバー仕様。タイムライタンは放映当時発売されなかったシルバー版がタイムライタン S として新規発売された。 2007年8月下旬には超合金魂のブラックメッキシルバーメッキバージョン2体セットとプラモデルのゴールドコーティングバージョンが発売された。上記2曲を収録した EP レコードはビクター音楽産業から発売された。なお、本放送当時の OP クレジットでは ED 曲のタイトルがメカニカルダンシグファイトとご表記されていた。 個別に出展が提示されているもの以外は1981年11月中旬から12月上旬、時点のものを使用。タツノコ世界遺産に3名、黄金戦士、ゴールドライタンペン、電撃ホビーマガジン2008年6月号、角川グループパブリッシング2008年、カミングトゥーザラジオラジオが大好き。ベイリボーエンターテインメント2013年1月6日。 閲覧。超空飛来ゴールドライタン。山本正幸。joysound.com ドド。2015年12月3日閲覧。ただし、すべてを金箔というわけにはいかず、後期の製品では、金と金でしのいだものも存在する。同様の現象は、後の聖セ聖夜の玩具、聖闘士聖異体系における黄金聖異でも見られた。この時は、 金箔ではなく金メッキであったが、あまりの人気に、通常のメッキ業者では間に合わず、物具専門のメッキ業者まで動員されたより、彼はもともと本編のライタン軍団に所属していた、らしいが、スコープライタンとの入れ替わりで軍団から外れた。なお、一部の媒体では、スコープライタンとライトライタンは兄弟であるとの記述も、ある。 彼らも公式にはヘトしたメカ次元の戦士であり、メカ次元突入話では登場も予定されていた。なお彼らの書室はカプセルトイの非メッキ製品である。2018年5月にリニューアルして再発売されるが、初版が18金メッキ仕様だったものが24金メッキに変更されている。再放送時から OP にもナレーションが追加された。 超合金にはあらかじめこの手首の射出機能が搭載されており、本技は登場以前よりガングにて実現可能なものであった。初期の子供雑誌などの印刷媒体では、名前が電磁ライタンだった。初期の子供雑誌などの印刷媒体では、名前はマップライタンであり、現在の IC ライタンが電磁イタンだった。現在でいう GPS と同じ機構。なお、 一定の中継衛星を持たずあらゆる通信衛星と連携が可能で、また自身が電波の送受信源を兼任している。ただし実際の兄弟関係ではなく、いわば偽兄弟の間柄の弟分である。なお、本作においては、メカ次元生命体の血縁関係が明確な、存在は皆無である。ゲーム初登場のシルバーライタンも、 ゴールドライタンとの関係は不明である上、いわゆるガングオリジナルのライタン軍団も同じである。全国放映リスト、アニメージュ1981年12月号、徳馬書店、112から113ページ。北海道新聞1982年3月、テレビ欄。河北新報1981年10月7日から10月28日付長官、テレビ欄。 福島民法1981年3月7日から1982年3月18日付長官、テレビ欄。福島民法1981年4月20日から1982年4月12日付長官、テレビ欄。福島民法1981年4月9日から1982年4月1日付長官、テレビ欄。 富山新聞1982年4月1日付長官テレビ欄。北日本新聞1981年11月16日付長官テレビ欄。北日本新聞1981年3月30日付長官テレビ欄。熊本日日新聞1981年5月11日から1982年5月17日テレビ欄。ありがとうございます。